宝冠芸の一例、足踊り。19世紀前半の頃の江戸の宝冠は曲げを豆本田にしていた。豆本田とも言い、小さい曲げを本田形に言ったもの。宝冠は、宴席やお座敷などの酒席において、主や客の機嫌を取り、自ら芸を見せ、さらに芸者、舞妓を助けて場を盛り上げる職業。歴史的には男性の職業である。宝冠は別名、太鼓持ち、男芸者などと言い、また敬意をもって太夫衆とも呼ばれた。歴史は古くと豊臣秀吉のおとぎ衆を務めたと言われる、そろり新左衛門という非常に機知に富んだ武士を祖とすると伝えられている。秀吉の機嫌が悪そうな時は、太鼓、いかがで、太鼓、いかがでと、太鼓を持ち上げて機嫌取りをしていたため、機嫌取りが上手な人を太鼓持ちから太鼓持ちというようになったと言われている。ただしそろり新左衛門は実在したかどうかも含めて謎が多い人物なので、単なる伝承である可能性も高い。鳴り物である太鼓を叩いて踊ることからそう呼ばれるようになったとする説などがある。また、太鼓持ちは俗称で、宝冠が正式名称である。宝は、助けるという意味で、間は、人と人の間、すなわち人間関係を表す。この二つの言葉が合わさって、人間関係を助けるという意味となる。宴会の席で接待する側とされる側の間、客同士や客と芸者の間、雰囲気が途切れた時楽しく盛り上げるためにつないでいく、遊びの助っ人役が、宝冠すなわち太鼓持ちである、ともされる。専業の宝冠は、元禄の頃に始まり、上げ代を得て、職業的に確立するのは、宝暦の頃とされる。江戸時代では、吉原の宝冠を一流としていたと伝えられる。現在では、東京に数名と岐阜に一名しかおらず、絶滅寸前の職業とまで言われ、後継者の減少から伝承されてきた、お座敷芸が出現されつつある。古典落語では、江戸、情報を問わず多くの話に登場し、その雰囲気を伺い知ることができる。台東区浅草にある浅草寺の本坊伝法院には1963年に建立された宝冠塚がある。宝冠の第一人者としては、遊源亭玉助が挙げられる。男性の職業として、らしくない仕事の代名詞とされた時代もあった。正式な太鼓は、師匠について芸名をもらい、住み込みで師匠の身の回りの世話や雑用をこなしながら芸を磨く。通常は5から6年の修行を務め、お礼奉公を1年で正式な宝冠となる。師匠は芸者置屋などを経営していることが多いが、芸者との恋愛は厳禁である。もっとも、披露も終わり、一人前の宝冠と認められれば、芸者と所帯を持つことも許された。芸者と同じように芸者置屋に所属している。服装は見えぬ商売であるから、着流しの絹の柔らか物に、真夏でも羽織を着て、白旅に、接った、扇子をパチパチ鳴らしながら、旦那に取り巻いた。一方、正式な師匠につかず、放蕩の果てに、見よう見まねの素人芸で、見すぎよすぎを行っていたものを、野太鼓という。これは正式な芸人ではないが、師匠と呼ばれることも多かった。なお、上方では、江戸でいう宝冠は、芸者と呼ばれ、対して女性は、芸妓、芸妓と呼んでいたが、明治以降は、芸者も女性を指すようになった。ありがとうございます。